こんにちは、会長です。本日はですね、ジョーカー使っていきます。ジョーカーね、結構強くなって、まあ野良採用できるようになったらいいなって思ってるんですけど、でなんかツイッターで結構連撃ジョーカーの動画が流れてくるんですけど、ほんまに強いんかっていう、あの発動が早いじゃなくて普通なんですよ、連撃に関しては。だからマジで怪しいんですけど、なんか強そうな顔してるんで、ちょっと使っていこうかなって思います。痛すぎー。こういうこと。ドドドドドドド。いや惜しい。いやー、こかして、こかして連撃だったら意外とね、当たりそうな顔してるね。ただどうなん、正直どうなん。当たれ、素晴らしい。いやこれね、多分味方が来るから触ってもらおう。はい、オッケー。でこっち、まあそうだよね。でそろそろ収穫の上がる。オッケー、触れ、触ってくんないか、回復ないか、観念しろ。はいはい、レンジもらった。2でも2立てしてるからちょっと頑張ってほしい。取れそう。ドア来るかな、だよね。いやー迷う。そんなことある。まあ、触ってもらってるんで。いや生徒会強すぎだろこのゲーム。バイバー来い。ナイス生徒会、ファンチャール。いやー厳しい。当たれ、いらんくない俺。当たりいらんくない今のところ当たりいらんけど、うん、実戦向きではないというところですかね。トレステでやる火力の出し方と実戦の火力の出し方は違いますからはい。2戦目はフリーバトルでやっていきましょうか。まあ、デッキは基本的に構成は一緒なんですけど、極シルやめて無発動バルバラ積んできました。なんか強そうじゃない、パッと見。相手にタンクいるとなおいいんですけど。倒れろ、強っ。これはしばきに行きたい。言われたんだけど、取れるのこれもしかして。でイヤ生えてるよね、もう。で HA でそのまま帰ります。でこれ取ります。何も HS を吐いてないが、溜まりやすくはなってるんですよね一応。ただなかなかに無双モードに入ってます。これいこうかな。
ゴレイ。残念。まあこれは一回死んどこう。てかそろそろ HS 吐きたいです僕。なかなかにね暴れてる。桃鍋レリカ珍しい。まあもうこれで半分溜まってるから、まあ一応溜まりやすくはなってるっていう認識でよろしいでしょうか。当たり。なんかキャンセルした。でここでそろそろ HS 咲くことによって最後まで切れまーせんと。うん、行こっか。マジか、倒した。これやれる。倒れろ。いるこれ。いるかな。で溜まったんでとりあえず自衛に使える。可能に持ってそうな相手いないでしょ。おお、うん、ジョーカーは強いです。ステータスも上がりましたし、やっぱ HS 溜まりやすくなってんのはなんか感じるんで、じゃ強いと思うんですけど、連撃がうん、ちょっと最後は真面目にやろうかな。まあ多分やりたいこととしては点灯させてすぐ連撃切ってダダダダダダーンっていうね、まあ、タンクをも格殺できる最強の連撃を打つのが強いのかもしれないですけど、まあ、実戦にやるとするとあんまりうまくいきませんでしたっていう話です。はい、ラストは普通にやります。ちょっと連撃やめて、まあ、しっかりね発生の早いカードを積んで戦っていこうかなと思ってるんですけど、まあジョーカーなんでとりあえず貯めましょう。なんかジョーカー結構 C 行くか、まあその貯めるかっていう話が結構話題になってるったりするんですけど、まあ二陣かな。まあ仮にデラクラとかだったら二陣行くといいと思う。まあこのステージは別に最初に二陣取りに行く必要ないんで、まあ A 触って状況を見て B 触ってまあ HS 貯めてスタートできればいいかなっていう感じですかね。でまあなんかいろいろ広がっちゃってはいるんですけど、全然拾われきったポータルでも溜まっていくというね、素晴らしいと思います。ナイス。オッケー、やった。はい、最強すぎでしょこれ。うん、これ福音やばくない？俺に死ねっていうのかーい。完全に味方に殺されました。シー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 、オッケー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 。ここで HS を吐いていく。おー、ナイス回復で、シルー吐いた。これでウェポンなくなった。 OK。 で、ダメコもう一個吐いて、
戦闘だけ死んでして死にます。あとは任した。うん、素晴らしい。いや、コピー強いな。可能ね、2枚はけるし、ダメか2枚はけるし、マジで熱い。マジで熱い。ダメか、わーな、遠距離ナイス。まあもうカード上がらないんで、ちょっと無前点で切って勝ちですかね。めちゃくちゃ強いね。で HS めちゃめちゃ溜まりやすいね。でシンプルにステータス上がってるから、やっぱ火力も上がってるし、防御のおかげで、まあ、耐久もね、若干上がってるんで、普通にある。しかも楽しい。うん、まあちょっとその野良でやろうとするとデッキに迷うっていうのは、まあ、もちろんあると思うんですけど、まあ、そんなあなたに情報されて無発動バルバラ意外といいかもしれない。知らんけど。まあてことでね、ジョーカー自体はめっちゃ強かったっす。でジョーカーの連撃は面白かったけど弱い。以上。